30代後半の女性ですね。武田先生が万が一、余命3年か1年と言われたら、どのようにお金と時間を使われると思いますかと。はい。非常にいいことを聞いていただいて、私の人生の生き方が少しでも皆さんの役に立ったらと思いますが、私はどのくらいですか？ 40 ちょっと過ぎたぐらいの時に、もう全く自分というのはどういうものかっていうのが自分としては納得して。自分としてはですよ。で、僕は毎日が今日が最後だと思って生きてます。今日が最後だと思ってます。今でも。だから実際に死ぬ時に自分がもがくかもしれません。現実は。だけども、気分としては今日が最後でいいように毎日を送ってます。もうどんな時でも、食べるもんでも、サンマを食べようが、目指しを食べようが、これでいいと思って食べてます。待遇も全部。そういう人生を40ちょっと過ぎから送ってます。ところが、はい。57歳の時に、この右目が失明したわけですよ。それであの時はやっぱりかなりの衝撃でしたんです。まさか自分がね、突如目が見えなくなるってことはもう予想もしてませんでした。だけど、その時に僕はね、片目じゃないかって皆さん言うかもしれない。そうじゃないんです。僕が片目を失った時、分かった時、あ、全くこっちの目が見えないって分かった時、すぐどう思ったかって。こっちもダメになるなと思った。つまり、こっちがダメになる理由があるわけだから、それはこっちもダメになる可能性あるでしょ？俺は目くらになった。かなと思ったんです、その時に僕の人生で最もこのなんちゅうか激しい時でしたけどね、僕はね動揺しなかったんです、全然動揺しなかった。それで僕はその時に、自分は今まで今死んでもいいと、それはもう人間だからいつ死ぬか分かんないと思って生きているというふうに言ってと言って、外では言ってこないけど、自分には言って聞かせてたけど、本当だったんだなと思った。本当だったんだなと。ね、自分は、いつ死んでもいいって言ってたけども、そのことは自分の精神では納得してたなと思いました。それで、手術はもう、どうぞお願いしますってやってもらって、まあ、目の玉出して、中割って、こう入れ替えてやったんだけど、今は、見えますけどね。もう一個はね、そういう、要するに、もうね、つまんないことでは、ごく最近、2年前の僕の腸が破れた時ね、腸が破れて、腹膜炎になって、救急車で担がれて、夕方の6時に医者が、もうそこはもうすぐ手術すると、もう家族呼んだりするんです。時間ないから、すぐ手術する。っていうことになって、まあ、熱は39度ぐらいあるし、もう、検査値はものすごいし、胃のレントゲンでは汚いものが出てるしっていうことで、それで医者が説明しました、手術の。腸を大体半分切るんで、腸が肛門までいかないと。だからこっちの左のお腹に、人工肛門つけますと、こう言ったんです。僕その時ね、ちょっと熱も高かったから、もうあるんだけど、あんまりはっきり覚えてないんですけど、僕笑ってたらしいんですよ。あ、そうですか。あ、そんな風になりますか。こう言ってたらしいんですよ。医者が言うには。それ3人執刀医がいて、その人の1人が、あれおかしいと。普通は腸が半分切って人工肛門つけるって言ったらしょげるはずだ。しかし彼は笑ってると。ちょっともしこれ様子がおかしいから、一応夜中の12時まで待って、手術待ってみようって言って、医者が3人待ってくれて、それで点滴したりなんかしてた。したら、12時に良くなるって言ったって、ちょっとだけ回復した。で、それ、手術一応少し様子見ようってことになって、それが3回あって、最後に先生が何つったかって言ったら、これはもうどうしても危ない。今はなんか収まってるように3回ひどいのがこう来て、発作が来て、それでもう手術しようってことになって。その時に医者が、もうこれは必ず再発する。
だから、やっぱり手術をせざるを得ないってこう言った。で、僕は何つったかって言ったら、僕は医者の言うことに従いますとか、ちゃんと入院してんだから。ただ、私は結構元気で、気力もあるんだけど、これで、腸をなくすっていうことは必要ですかねって言ったんですよ。そしたらまた医者がこう考えて、それじゃわかりました。今までのデータを全部入れて、こういう袋みたいな、袋っていうか、まあ、こう箱みたいなやつに入れてくれたんです。これをとにかく肌身離さずに持ってって、これで再発するから。そしたらそれを抱えて病院に行ってくれと。いうことになって、今でも玄関に置いてあるんだけど、もう大丈夫だと思ってたってからね。しかし、その時に僕は笑ってたっていうのは、実は、一応自分としては覚悟がついてるなと思ってるんです。もっと近いこと言いますと、1週間か2週間前に未来塾っていうのがありまして、そこで僕人生初めて、多分老化してるからだと思うんですけど、人生初めて、なんか低血圧か低血とかになってね。で、手と顔はもうヒヤーっとなって、油汗がこう出て、視野がこう迫っていくんですよ。その時に、まあ休ませてもらったんですけどね。その時に1回目のそういうのがあって、2回目の間に、僕ね、また講演を始めたんですよ。講演してる間ダメになって、40分講演した時ダメになって5分休んで、また講演始めたら、またちょっとダメになりそうになった。その時にね、冗談を言おうと思ったんで、僕は。なんか今度暗いですね、またここはってなこと言おうと思ったんです。だけど、みんなに悪いなと。みんな心配されてるのに、悪くなってる僕が、冗談言っちゃいけないなと思ってやめた。ところが、この前、そこに出席してる人に聞いたら、先生、あの時に冗談に言いそうでしたって言ったから、ああ、人に分かったんだなと思ったんですよ。で、倒れた時に、それはね、仕方がないんですね。だってもう自分が生まれる時に分かってて生まれたんじゃないのに、死ぬ時だけ心配するのおかしいんですよね。だからまあ、この人の質問また非常にいい質問なんですが、余命と今日とは関係ないってこと。今っていうか。うん。今僕はね、やっぱりこれだけ年になりましたからね。やっぱり自分の体の衰えっていうか、血管の劣化の仕方とかね。脳血管の状態とかって大体は感じがわかるんですよ。だけども、それを防ぐ方法ないんですよ。防ぐっつったらね、こう、じーっと寝てるだけだけど、それよりかはやっぱりいつダメになっても動いた方がいいと思うでしょ？だから、人間というのはもう本当にね、運でね、もうわからないんです。いつ終わりになるか。だからできるだけ早い時期に、今死んでもいいと思った生活ができることが一番大切だと思います。まあ、先生がね、昨日は晴れ、今日も朝っていうね、言葉、ね、言ってらっしゃいますけど、要は、なんか、そういうふうに生きてないから、その、余命1年、3年って、自分の命が限られているんだって思った時に、初めて見直す方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、それはもう、いつ死んでも大丈夫だっていうふうに、毎日生きていれば、その、ね、お金の使い方とか時間の使い方っていうのは、もう変わらずそういうふうにこう、生きていけるっていうことかなっていうには思いましたね。はい。わかりました。まあ、目標は僕に目標がないわけじゃないんですよ。うん、だって、僕の人生が素晴らしくなるのは2000年後かもしれないんです。だから、2000年後の状態、社会に行きたいっていうことを諦めるのは、それができないからですよね。だから、それじゃあもう元から明日まで生きるのができないと思っときゃいいんで、同じことなんです。はい、明日は永遠に続きますから。はい。わかりました。ありがとうございます。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。